オコエルイは、東京都東村山市出身のプロ野球選手。宇ト右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。実前は、プロバスケットボール選手のオコエトにニーハナ。ナイジェリア人の父と日本人の母との間に出生。生後7ヶ月で歩けるようになり、6歳の時に近所の住人に誘われ、野球を始める。秋津東省では1年から、 南式の東村山ドリームに所属。6年生の時に3番、守として、と大会優勝、関東大会3位。読売ジャイアンツジュニアのコーチの勧めで、外野手に転校し NPP12、球団ジュニアトーナメントに出場。準決勝で、上野翔太郎を擁する、中日ドラゴンズジュニアに勝利したが決勝で、ソフトバンクホークスジュニアに敗れ準優勝した。東村山第中では、 公式の東村山シニアに所属。2年の春大体骨頭滑り症を発症し、3年の春休みの手術まで1年近く治療にかかるなど、選手生命の危機にあったが、5月4日の西東京都市部新規大会ハムラ戦に8番の翌週で出場、初本類がうちレギュラーとなった。関東第一高校への入学後は、1年の冬に意識がガラッと変わったと語っている。 2年春の第86回戦抜高等学校野球大会では、ベンチ入りメンバーから外されたが、2年春の都大会では、背番号18でベンチ入りし、3回戦、東京実業高校戦に途中交代で、公式戦初出場し、同点的地二塁打を含む2安打1打点1、盗塁と活躍し、逆転さよなら勝ちに貢献。 続く四回戦国学院久我山高校戦に一番中堅手で初スタメンに抜擢され、いきなり高校一号となる初回戦投打者本塁打を打ち、第二打席の死球で出塁後に二投三投と活躍。チームは関東大会準決勝まで勝ち進んだ。二年夏の甲子園東東京都大会は、準決勝で帝京高校に敗れたが、高校六号を打つなど活躍し、 22打数12、安打1本塁打5打点1盗塁、打率、545を記録。2年秋は、選抜に出場した二小学籍大付属高校に、都大会準決勝で敗れたが、プロに注目される存在になった。3年春は、都大会準々決勝の清ーミア太郎を擁する早せだ。実業戦では2安打2打点3盗塁を記録し勝利。したが、準決勝では、 日大三高校に敗れた。三年夏は25打数11安打1本塁打6、打点6盗塁、打率、440の記録を残し東東京都大会を制した。決勝では、中堅手前の打球を二塁打にするプレーも見せた。100周年記念となった第97回全国高等学校野球選手権大会では、大会の目玉として注目され、 初戦の高岡商業戦で初回に一塁強襲のヒットを二塁打にし、3回にも1イニング2本の三塁打を記録した。1イニング2本の三塁打は49年ぶり二人目の記録。続く3回戦の上野翔太郎を擁する中京大、中京高校戦では、初回満塁のピンチに抜けようかという当たりを快速を飛ばし、キャッチするスーパープレイを見せ、 準々決勝の校内高校戦では9回西から2年生、エースヒアコンマサヤから決勝2点本塁打を打ち、準決勝では優勝した、吉田良、小笠原慎之介をする東海大相模高校に、敗れたが、随所に印象に残る活躍をした。甲子園では18打数6安打1本塁打6、打点、打率、333の成績を残した。 高校通算では3年春まで19本から37本塁打に量産した。3年夏の選手権大会後に日本国内で開かれた WBSCU-18 ワールドカップにも日本代表のメンバーとして出場。予選のアメリカ戦で県政級の失策の間に2塁から本塁に生還。カナダ戦で投資教習安打を2塁打にするプレーを見せ、 決勝のアメリカ選手会には攻守を見せたが、チームは準優勝に終わった。33打数12アンダー7打点4盗塁、打率364を記録し、最優秀守備選手に選出された。高校通算37本塁打。2015年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスが1巡目で指名。U-18 ワールドカップ。 日本代表でのチームメイトである平沢大河の交渉権を逃した後の再指名ながらドラフト会議の一巡目で野手の交渉権を獲得した事例は楽天球団史上初めてであった結局契約金8000万円年俸1200万円という条件で入団入団会見でトリプルスリーの達成を目標に挙げトリプルスリーの条件である 3プラス3プラス3という意味を込めて同年にトリプル3を達成した柳田裕樹と同じ背番号9を着用することになった。なお、翌年3月8日に関東一校でも要された卒業式では同校の卒業生で初めて特別功労賞を授与されている。2016年には高卒の新人野手としては球団史上初めて 春季キャンプを一軍でスタート。オープン戦で23打数4の安打ながら4打点を上げたことが評価され、球団史上初活動人の高卒新人選手では唯一の開幕一軍入りを果たした。3月25日に福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦でダイソーとして一軍公式戦にデビュー。同じくダイソーから出場した翌26日の同カードでは、 延長10回裏のプロ初打席で支球を選ぶと、プロ初投類を決めた。高卒の新人選手が、NPB の一軍公式戦開幕カードで、プロ初投類を決めたのは、1952年に中西太氏が開幕第2戦で記録して、以来64年ぶりで、ドラフト会議での指名を経た1966年、以降の高卒新人選手としては、最も早かった。 4月3日の埼玉西武ライオンズ戦で初めてスタメンに起用されたが、開幕後は11試合の出場で7打数レアンダに終わり、一軍の野手陣に故障が相次いだことから4月14日に出場選手登録を抹消された。聖波交流戦直前の5月29日に再登録を果たすと、交流戦期間中から中堅守としてスタメンに定着した。聖波交流戦では、 開幕カードの阪神タイガー,アース戦で一軍発安打、一軍発打点、6月11日の広島東洋カープ戦で NPB 高卒新人選手17年ぶりの猛打賞を記録。6月18日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では同じ新人の今永翔太から一軍発本塁打を打った。楽天の高卒新人選手による1。 軍公式戦での本塁打は初であった。また、交流戦の通算安打数は15本で、大谷翔平が2013年に達成した、高卒新人記録を更新した。7月14日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の一番、中堅守として、フル出場。5打数3安打1打点1盗塁の活躍で、優秀選手賞を受賞した。 一軍では7月半ば頃からはスタメンに起用される。機会が減少し、良くなっているのは事実だが、一軍では、出場機会が限られるので、長い目で見るとがけから突き落とした方が良いのではないか。という一軍監督、梨田正まの意向で、8月4日に、出場選手登録を、再び抹消されると、一軍へ復帰しないままシーズンを終えた。一軍公式戦には、 通算51試合の出場で、打率185、1本塁打、6打点を記録。イースタンリーグの公式戦には通算で54試合に出場。打率222、5本塁打、24打点、14盗塁を記録した。シーズン終了直後の10月25日には、NPB の12球団に所属する選手で最初に契約を公開した。 公開後には台湾でのアジアウィンターリーグに NPB イースタンリーグ選抜の一員として参加したが親知らずの悪化を理由にリーグ戦の途中で日本へ帰国した。2017年には前年に続いて春季一軍キャンプへの参加が内定していたがキャンプイン前日の1月31日に胃腸炎を発症。さらにキャンプ二日目に右手薬指の痛みと 違和感を訴えたため、一軍キャンプを離脱した。後の検査で、右手薬指付根付近の人体や骨の損傷によって、全治に2から3ヶ月を要することが判明。キャンプ期間中に、幹部の包合手術を受けると、リハビリを経て、6月中旬のイースタンリーグ公式戦から実戦へ復帰した。8月4日の対ロッテ戦で、9番、右翼手として、 スタメンで1年ぶりに1軍公式戦へ出場。翌5日の同カードから12日の対オリックス戦まで6試合連続でアンダを打ち、このうちの3試合で複数アンダを記録した。さらに、8月23日の対ロッテ戦で1軍公式戦におけるシーズン初本塁打を打つと、翌24日の同カードから1番打者に定着。8月26日の対日本ハム戦では9回裏に、 増井イ都市氏から本拠地でのプロイリアと初本塁打、同月31日の大西部戦では1回裏に、菊池武生が投じた初級でプロイリアと初の先頭打者本塁打を記録した。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦41試合に出場。開幕に出遅れながらも、打席数、本塁打数、投塁数が、いずれも前年を上回ったほか、打率。 300を記録した。チームのレギュラーシーズン3位で臨んだ、クライマックスシリーズでは、西武とのファーストステージで1試合、ソフトバンクとのファイナルステージで3試合に出場。ファーストステージ第1戦とファイナルステージ第1戦に、スタメン出来よう。7番、指名打者として出場した後者の試合では、7回表の第3打席で、ポストシーズン初安打を記録した。チームは、 日本シリーズへの進出を逃したものの CS 終了後に日本代表として参加した第1回アジアプロ野球チャンピオンシップでは代表チームでありながらプロ入り後初めての優勝を経験したアップ BC 決勝3日後の11月23日からはメキシコのウィンターリーグであるリーガメヒカーナデルパシフィコに参加した カニエロスデロスもチスに派遣されたが、一番中堅守としてスタメンに起用された11月28日のリーグ戦で3打席連続三振を期した末に試合途中で交代。以降の試合でも出場の機会がなく練習の時間も十分に確保できなかったため自分のプラスになることはあったが何もかも違っていたので日本でしっかり練習したいとの意向から 当初の予定より早く日本へ帰国した。2018年には開幕一軍入りを逃したものの、島内博明が故障した4月中旬から一軍に昇格。しかし、自身も5月に右太もも裏を痛めたため、長期の戦線離脱を余儀なくされた。さらに、自身と入れ替わる格好で一軍に昇格した田中和元がガイアレギュラー陣の一角に定着。 9月に1軍へ再び昇格してからはポストシーズン進出の可能性がほぼなくなっていたチーム事情を背景に積極的に起用された。1軍公式戦では通算44試合の出場で打率198日本塁が6打点に盗塁と低迷。シーズン終了後の契約交渉ではプロ入り後初めて球団から原俸提示を受けた末に 推定年俸1200万円という条件で契約を公開した。この年には外野手のオコエ・ディクソンが入団していたが、登録名に名字のディクソンを使用したため、自身はオコエ名義での登録を継続した。2019年では春季キャンプにて新人の辰巳良介とのポジション争いを演じ、打撃面での改良によってオープン戦で好成績を残したことから、 3年ぶりに開幕1軍入りを果たした。1軍の開幕戦であった3月29日の対、ロッテ戦では9番、右翼手として開幕戦のスタミンに初めて名を連ねた。5月までは右翼手のレギュラーに定着していたが、辰巳の台頭や自身の打撃不振などで出場機会が減少。6月中旬からは、ダイソーも守備も仕事の一つだが、 外野のスターターへの挑戦権をもう一度得てほしいという監督の平井洋介の法人で2軍での再調整となった。1番中堅主としてスタメン出場した8月31日のイースタンリーグの大西部戦では1回表に内海哲也から先頭打者本塁打を打つとリーグ史上10人目、楽天の選手としては1軍を含めても公式戦で 初めてのサイクルヒットを達成した。チームがロッテとの間で CS への進出を争っていた9月に一軍へ復帰すると、レギュラーシーズン3位で臨んだ CS にも2年ぶりに出場。9番、中堅手としてスタメンに抜擢されたソフトバンクとの CS ファーストステージ第一戦では、3回表の第2打席で、千賀博大が内閣の高めに投じた初級を強引に振り切り、 CS としては、自身初の本塁打を記録した。同月7日の第3戦で、チームのステージ敗退が確定してからは、フェニックスリーグに合流。リーグ終了後の12月6日には、背番号を4に変更することが、球団から発表された。2020年には、プロ入り後初めて一軍公式戦への出場機会が、なく、 イースタンリーグの公式戦でも27試合の出場で打率269例本類打5打点3盗塁にとどまった。シーズン終了後の12月25日にチームの選手では最も遅く推定年俸1000万円という条件で契約を公開。ゼネラルマネージャーとして契約交渉に立ち会った石井和久からは考えがまだ甘く 自己評価が高すぎる。そろそろ出てこないと野球人生が苦しくなってくると苦言を呈された。2021年には春季キャンプへ参加せず、キャンプ終了直後の2月26日に左手関節の手術を受けた。手術箇所のリハビリなどで4ヶ月を費やしたが、レギュラーシーズン中盤の6月30日にイースタンリーグの対東京ヤクルトスワローズ戦で、 ダイソーから実戦に復帰。8月13日の対西武戦に7番中堅守としてスタメンで一軍の公式戦へ2年ぶりに出場すると2回表の第一打席で決勝の敵自打を打った。高校時代に走行手すべてに積極性があり冷静さもある足と肩はプロでもトップレベルとスカウトから評価された。目標とする選手は総類では 鈴木直弘、打撃では、中田翔、山田哲と、守備では、新庄剛一郎と語っている。スイングスピード時速 157km を記録する。プロ入り後は、カウントが追い込まれてからは、ノーステップに変更して、タイミングを合わせている。中指部分に、人差し指を出す穴がある特注グラブと、マジックテープのサイズ 30cm の特注スパイクを使用する。 遠投120メートルの強剣と2.0以上の視力を持っている。50メートル走5秒96の瞬続で、歩数は2等時に他の高校球児が13から15歩のところ10歩、スピードに乗った状態なら、類間を8歩で走る。打ってから1塁までが3秒97、2塁までが7秒53、3塁までが10秒75である。名前の、類は、 サッカー選手になってほしいという父親の願いから、ダモスルイにちなんで命名された。また英語表記の、ルイスは高級ブランドのルイ・ヴィトンから取られた。2020年まで投手として千葉ロッテマリーンズに在籍していた内達也は母方の親戚で、お声の幼少期から互いに面識があるため、お声がプロ野球選手を目指すきっかけになったという。 2017年8月23日の対ロッテ戦では、プロ入り後初めてうちと対戦すると、うちが投じた初級で本塁打を打っている。小学生時代は、地元東村山市に近い埼玉西部ライオンズのファンクラブに入っていた。中学時代は、ゴルフ部に所属し、ベストスコアは100を切るくらいだという、歌がうまく湘南の風の、 ショータイムでカラオケ全国1位を取ったことがあり、新入団選手発表会では、モテギエイゴロウより促されて、球団家の羽ばたけ、楽天イーグルスを披露した。楽天入団後初の契約公開に臨んだ直後には、限られた人しかできなさ、相当の理由で月面の土地を購入することを将来の夢に挙げた。ありがとうございます。